止まった？止まった？もう動いてるよ。あ、動いた？よかった！びっくりした。よかった、動いて6000だって。おーすごい6500人の前で歌ったんだよ、もう緊張するね。はい、ということでいろんな曲を聴いていただきありがとうございますイヤホン抜いた時かな。そうかな、ごめんね。絶対止まるよね。え、止まってない時ある？かわいすぎるだって。ありがとうございますケリちゃんなスクショタイムだって。スクショしたい、みんなスクショしたい。はい、チーズはい、チーズそれからだ。何よ、何、失礼だぞ、おまるまる様にはい、それ、うんはい、ということで歌いました。じゃあ MC、 はい平野ちゃん可愛いだって。平野ちゃんいいね、それありがとうございます。イエーイだって、ありがとうございます。鼻血出ました。ほんと？ティッシュほんと？嘘？大丈夫？大丈夫？ティッシュ出しちゃった大丈夫？はい、大丈夫です。はい、よかったですよかったよかった、はい、ありがとうございます。よかったです、びっくりしちゃった。はい、なに、あれ本当じゃない、クモのメランゴさん、ニワトリの卵ありがとうございます。焦げティッシュにかけて、かけてない、ここにね、3箱あるのケンピさん、タコさん、ありがとうございます。こんな格好してるけど、歌うと熱くなってきちゃったじゃあ、次は踊ります。ここから帰るね。はいはい、チューの格好踊りますですじゃあ次は踊ります。歌った次は踊ります。こっちの B ステージって書いてある、こちらのステージ、バトンタッチ。はい、マイクを持って忘れずに、ここらへん歪んでるね歪んでるね。こんぐらい？ OK？ OK じゃない？ OK？ OK？ はい、ピシッ、気をつけ、お願いします。今からチアダンスの格好で踊りたいと思います。よろしくお願いしますはい、今から制服の目を踊ります。よろしくお願いします。じゃあいくよ、イントロですね、いくよ。冬の朝、めっちゃ急だけどいいいい、せーの、冬の朝の通学路、こたぐれの厚着も、吐息が白くならずにマフラーいらないと思う。北風はいつしか向きを変え、雲の隙間日差しが漏れる。道の上日向のカレンダー、
びしたくなる元気な準備中に気をつけ。ありがとうございました。なんちゃって。ありがとうございました。どうだった？どうだった、おかしい。消防さん88アイディアありがとうございます。コウさんハートありがとうございます。バブちゃんになります。バブバブバブできそうでした。ってこれねストロー短くてね埋まっちゃうの。だからね持って飲まないといけないの。ストローがこのサイズと合ってないの。お茶だよ。合ってないでしょ。ほらほらもうないもん。麦茶です。ヒヒ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 。こんにゃびん、バブバブバブー。こう見えてももう中二わかるか見たら。パワーだってどれ。あ、ウサギの耳が4本になってる。これはもうユモタン。ウサギこれ何なの。なんかあウサギがバブちゃんになったんだね。はい、これはあげます。うさぎがバブちゃんになっちゃった。パワーありがとうございます。かわいいね、これすごい。バブちゃんになっちゃいました。ありがとうございます。熱い場合ってさ1度下げればいいの。あ、できた。熱かったからなります。はい、何度に設定してる。23度だった今まで。部屋の中24度あるよ。すごいよね。もう一曲お願いします。やるじゃない。そりゃそうだ、熱いか。もう一曲やるぞ。ときめきのまま
何咲く花であればに花のよいしょ、ありがとうございました。ニワトリのクマさんの卵ありがとうございます。ユマタン最高ありがとうございます。トシさんナルマありがとうございます。そう最近ね劇場公演がないから踊る機会が少ないんですよ。もっと熱くなった。出てこないよ。ちょっと分解していい？出てこないから分解するね。ストローが足りないの。うわストローが足りないの。です。短いでしょ？短いの。超短いの。出ないの。はい。なんやよだって。ここに？どこ？今現在7時17分44秒ホームのショールーム来てる？え、どこ？ほんと？嘘？ごめんなさい、どこ？え？何のアバター？ん？見つけられん。ありがとうございます。なんやありがとう。最近会ってないかも。そしてニワトリの卵ありがとうございます。リップ塗って塗ってるよ。なんやありがとう。ペンギンのバターだって見つけられへん。ペンギン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 さんどこじゃい。ペンギン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 、あーいた。ペンギンだ。チア、かわいいだって。あ、チア、これ あ、 ありがとうございます。ありがとう。ありがとうみんな。なんやありがとう。早く会いたいなんなんなん。いつ会えるかな、また早く会いたいです。はい、よかった、見つけられた。ペンギンさんだった。ワークラ3回ありがとうございます。あ、まこちゃんとこ行っちゃった。あ、そう、あ、行っちゃった。はい、そうか。何や、ありがとう。じゃあ今からビンゴを始めます。テラップは？モンタン、ティッシュちょうだい。なんで？なんでティッシュ？はい。ティッシュない家に。はい。ペンコさんにはありがとうございます。これでーす。テラップ変わるね。ビーン。ゴー。はい。第何回目だろうね。第何回目かわかんないけど、まるまる回のビンゴを始めたいと思います。イエーイ。何のビンゴ？ルールはわからない方もいると思うので説明します。まずここにはビンゴの中には番号が書いてあります。それ当たり前か。でビンゴの中には番号が書いてあります。その番号が出た番号を、え？番号？あれ？例えば16番だったらここの16番の方を探して名前を呼んで、その名前を呼んだ方に質問します。いますかっていうので、その方はコメントでいたらいますと返事してください。それからコメン、質問しますのでその方は答えてください。よろしくお願いします。わかった？ルール。
難しいのよ。9000超えたのってすごい。ありがとうございます。ありがとう。もう1時間経った？そんなことないか。はい、じゃあ行くぜ。ふふふ。わかりません。だってわかるでしょ。ルートさんはわかると思います。いるもん、人は。はい、じゃあ行くよ。どんな質問にも答えてください。せーの、はい、一発目は8。おお、今日は結構前半の番号ですね。8は、タンタンメンさんいますか。8番です。タンタンメンさんいますか。あれ、ないかな。さては、あ、いたいたいた、よかった。いた、よかったです。いました。じゃあ、タンタンメンさんに質問します。もしも、ももがもしモモとデートしたときに、もしね、もしモモとデートしてモモがお財布を忘れたらどうしますか。お待たせって待ち合わせに来て、あの、お財布を忘れたらどうしますか。はい、答えて。質問だよこれ。殴るだって怖い。はい、どうしますか。財布を取りに行ったらと言う。財布に取りに行ったらという。ああ、そう。じゃあ一緒に取りに行くのついてきてください。はい。ジンハートありがとうございます。一人で、あの、取りに行くの寂しいので一緒についてきてください。はい、よろしくお願いします。はい、スタッフメンターありがとうございます。送っていきますので、ありがとうございます。はい、次行くよ。ありがとうございます。次。はい、あ、嘘です。だって嘘をつくのはドラマの始まりだよ。嘘、そうそうそう。はい。14です。14は、波のまりまりさんいますか。波のまりまりさんいますか。いますか、いますか、いますか。むちゃめちゃくありがとうございます。いる。あ、いた。オッケー。じゃあ、もしももが昨日手作りマスクを作ったんですけど、手作りマスクをしてお仕事とかお出かけとかに行ってって言ったら行ってくれますか。ももがもし手作りマスクをプレゼントして、どっか外にそれのままつけて出かけてきてって言ったら出かけてくれますか。はい、嫌なんだって。なんで嫌なの。はい、あ、もちのローンだって。ありがとうございます。じゃあ、もちのローンという言葉をいただきましたので、プレゼントできる機会があったらつけてください。はい。波のまりまりさん、ありがとうございます。みんなもちろんだって。頑張って作るか。ぜひだって。ありがとうございます。次行くよ。みんないることを願います。これは90番まで入ってます。48。弟とそれに違う。やだよ、ピンクつけるんだよ。ピンクつけるんだよ。48。48。なぐまるのんさん、48。なぐまるのんさんいますか。あ、います。だって。ありがとうございます。
じゃあ、質問します。今は家におることが多いと思うんですけど、家にいるときにもう何して遊ぼうというちょっとね考えがももにあるんですけど、よくわかんないけど、とりあえず家にいたら何をして遊んでますか。なぐまるのおさんは家で何をして遊んでますか。今ね、今の期間今の期間何してますか。家で何を、なんで遊んでるとかももは起きてまずなんか朝ごはん食べてショールームの準備したりメイクしたりしていろいろしてますどんじゃるとかでも遊ぶ。今モータンのショールーム見て楽しんでますだって。おー、いいこと言うなありがとうございます。楽しんでくれてありがとうございます。これからもぜひじゃあ見てください。よろしくお願いします。なぐまるのんさんありがとうございます。人生ゲームしてる、人生ゲームしてみたい。もうね、人生ゲームが家にないの。してみたい。いとこで、いとこがなんか持っててお正月とかにするんですけど、すごい1万だって、すごい。わー、桜取れたすごい、ありがとうございます。わありがとうございます。1万人の方が見てくれて、はい、1万人の前でビンゴを回すぞ初見でした。で、研究者の13歳の平野桃田です。よろしくお願いします。いくよ、せーの4。なんかさ、今日さ、上のさ順位が多くない？4。消防さんいますか。はい、消防さんいますか。一桁台いますか。あ、いますね。ありがとうございます。じゃあ質問します。じゃあちょっとお厳しい質問をさせていただきます。握手会が再開されたら、モーのレーンと10期生さんの方の子、10期生さんの子の方のレーン、どっち行きますか。先にモーのレーンと10期生さんの子のレーン、どっちを先に行きますか。はい、母じゃなくて答えてくださいそう、先にだよ。どっちを先に行くかでしょ。あ、みゆまるさんかな、あれはい、あれモータンだよー、だって。おー、ありがとうございます。じゃあ、まあ本当だと信じてはい、本当だと信じますので、握手会が再開されたらぜひ1番にモモの園に来てください。よろしくお願いします。待ってますはい、言わされてるのってなことないよー。はい、次消防さんありがとうございます。待ってます。了解です、だってありがとうございます。はい、次いくよー。圧がすごい、だって圧はい、68だね。はい、68番は誰だ。どうなるんですか。3いますか。はい、68番、どうなるんですか。3いますか。いますか。あ、当たった、います、だって。当たりました、います。ありがとうございます。じゃあ質問します。何にしようかな。得意料理は何ですかどうなるんですかさんの得意料理は何ですか。一番の得意料理は何ですか何かな、何か、え、カレーです、だって。本当
じゃあ、食べに行きたいと思いますので、もが食べに行った時にぜひ作ってください。カレーが大好きなのでぜひカレー作ってください。よろしくお願いします。どうなるんですかさん、ありがとうございます。お待ちしてますだって。了解。ドラクチさん、会ありがとうございます。じゃあありがとうございます。次きょん、もものちゃんシーフードカレーです。50番だって。50番、ピンチさん、はい、ピンチさんいますか。いる。いないかな。あれ、いる。あ、いた、クマさんの場だ。いた、よかった。はい、ありがとうございます。じゃあピンチさんに質問します。じゃあ、どう、 SKE で一番好きな曲は何ですか。ピンチさんに質問します。 SKE で一番好きな曲は何ですか。なんだ、はい、なんだったらなんだ。みんなイノセンスじゃん、いつも。だからね、何度も言うようだけどね、イノセンスは歌えないんだよ。滑れないからとかだって。はい、ピンチさんの SKE で一番好きな曲は何ですか。怒ってないよ別に。イノセンスはただもう歌わないと、もう何十回でしょうかね、もう100回ぐらい言ってますね。あ、パレオだって。おお、じゃあ今度カラオケする時があったらパレオエメラルドを歌いたいと思います。今度もしカラオケする時があったらパレオエメラルドを歌いたいと思いますので、その時はぜひ来てください。ありがとうございます。ピンクさんもありがとうございます。ありがとうございます。ピンコさん、ドラマありがとうございます。次行くでーす。46、はい、46番、お口にチャックさんいますか。はい、この後やろうよ。じゃあ時間あったら歌おうかな、パレオ。あ、もうダメ、歌っちゃう。はい、おくちんジャックさんいますか。あ、はい、だって。もう通さるな、ボタン。ありがとうございます。じゃあいくよ。じゃあ、おしめは誰ですか。おくちんジャックさんの、すごい、全員いる。おくちんジャックさんの指名は誰ですか。正直にお答えください。あ、モーターだって。早い、ありがとうございます。すごい、めっちゃ早い、ありがとうございます。本当だね、信じます。ありがとうございます。これからもずっと末永く好きでいてください。ありがとうございます。じゃあ次。次、3だ、3だって。すごくない、なんか今日さ一桁ばっかで。3、むーちゃんいますか。むーちゃんいますか。当たったよ。はい、だってありがとうございます。いましたね。じゃあ質問します。じゃあ、ももと街で突然会ったらどうしますか。ももと街でばったり
やっちゃいました。あったっていうか見かけちゃいました。ぬーちゃんならどうしますか。どうするって声をかけるとかほっとくとかどうしますか。本当にマジでこれって、ま、混ざることない喜んで手を振るって。おー、ありがとうございます。じゃあもも手を振り返します。ありがとうございます。耳するだってみんなありがとうございます。5000円上がるだって、イエーイバイだってブーちゃん、ありがとうございます。ぜひ見かけたら手振ってください。喜んで手を振ってくださいありがとうございます。歌うだって、見つけたら歌うもんはい、なんか飛んだ、いきょーせーの、え、なんかいっぱい出てくる。なにこれ、壊れた、壊れた、大丈夫、せーの、21、壊してない21、せいのじさん、せいのじさん、ありがとうございますじゃない、いますか、せいのじさん、いますか、せいのじさん、いますか、あ、来た、だって、いますね、ありがとうございます。じゃあ、せいのじさんに質問します。もし SKE でマネージャーをやるとしたら誰のマネージャーをやりますか。千の字さんに質問してますSKE でもしマネージャーを一人だけねやるとしたら誰のマネージャーをやりますかはい誰のマネージャーさんをやりますか。にみさんだって、じゃあそういうことじゃなくてももたんだけだって。本当ありがとうございます。言わしてるこれ須田さんだって、ももたんって答えてくれてありがとうございます。ぜひよろしくお願いしますありがとうございます。千の字さん、ありがとうございます。言わしてるかも、言わしてないもんね。はいありがとうございます。はい、次、目が怖い、上がり目、下がり目、逆だ、下がり目、違う、上がり目、下がり目、ぐるっと回してにゃんこの目はい、目のウォーミングアップはい、懐かしい、もう今もうこんなことやんないよ15、今日上の番号が多いね。岩田めちゃかい、ありがとうございます。15、大阪ひろしちゃん、大阪ひろしちゃんいますか。あ、はいは、はいはいだってすごいいるね、みんなすごいね、ありがとうございます。じゃあ大阪ひろしちゃんに質問します。オーディションの時のショールーム見てましたか。またももが受かると思ってましたか。オーディションの時のモモのショール見てた？受かると思ってた？62でムニちゃんでした。みんな見てなかったばっかなんだけど。お、見てて絶対受かると思ってた。見てた？ありがとうございます。今と違う？受かって嬉しいです、ありがとうございます。これからもよろしくお願いしますそう、 SK に入れてよかったです。見てないな、これははい、じゃあ、あと何人にしようかな。じゃあ次、52です。52はあたいがふうさん、あたいがふうさんいますかまさここんな子だったな、何それあたいがふうさんいますか。いない、いますがあたいが、いない、
やとうるさなまた。あたいがふさん、あたいがふさん、ありがとうございます。じゃあ質問します。好きな名古屋飯を教えてください。あたいがふさんの好きな名古屋飯教えてください。はい、質問だ、全部いい質問じゃん。はい、なんですかったら、なんですか、なんですかったら、なんですか。あ、味噌カツだって。おー、ももはちなみに手羽先です。全部好きかな。でもぜひ名古屋に来て、劇場公演があるときは劇場公演を見に名古屋に来て、そのついでに名古屋喋っててください。よろしくお願いします。じゃあラスト2人、ラスト2人いきたいと思います。はい、11、壇上の方がめっちゃ当たる。11、トシタンいますか。トシタンいますか。あ、いた、ありがとうございます。はい、じゃあ質問します。じゃあ、ももの直してほしいところはどこですか。ももの直してほしいところはどこですか。顔は無理だよ。顔は無理だよ、顔以外。顔以外直してほしいとこはどこですか。米印、顔以外でお願いします。え、ありません。だって本当だね。むちゃん、ありがとう、ありがとうございます。本当だね。じゃあこれからもぜひ好きでいてください。よろしくお願いします。トシさん、ありがとうございます。じゃあラスト一人いくよ。いくよ、せーの。43。43です。43。うさぎ先輩タンさん、うさぎ先輩タンいますか。うさぎ先輩タンいますか。はい、あ、はい、だって金の運まるまるですね。ありがとうございます。じゃあうさぎ先輩タンに質問します。と、マオが突然うさぎ先輩タンの家に行ったらどうしてくれますか。どうしてくれるっていうか、何をしてくれますか。もしももが突然家にお邪魔したら何をしてくれますか。はい。はい、何ですかったら何ですか。はい、オレンジジュースを出しました。ありがとうございます。ありがとうございます。オレンジジュース大好きです。ありがとうございます。できればデカビタも用意してくれてると嬉しいです。ありがとうございます。うさぎ先輩タン、ありがとうございます。これでビンゴコーナー終わります。ありがとうございます。嘘嘘嘘嘘。オレンジジュースありがとうございます。じゃあさっき言われたパレオエメラルドを今から歌いたいと思います。これね、ビンゴのやつ当たるときドキドキすんじゃん。でも当たってない方がはん、もう当たってない方の方が多いと思うので、暇にならないように今からパレオエメラルドを歌いたいと思います。さっき言ってくれたので、いい？いい？歌って、リクエストに答えます。
いいかな。いい。ももお歌大好き。パレオだからハハ。赤さのハ。あった。じゃあパレオエメラルド歌いまーす。イエーイ。今ダウンロード中、できた。はい、ピンチさんのリクエストに応えてパレオエメラルド行きたいと思います。それではミュージックスタート。まだ時間があるので全部歌うね。いい？
ように。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい。はい、今日はですね、4曲聴いていただきましてね、それに踊り曲加えた6曲、飽きてない6曲も聴いていただきました。ありがとうございます。コウさん、ハートありがとうございます。今から歌ったらちょっと時間が間に合わなくなっちゃうのでね、ごめんね。スペタピョタイナ、ありがとうございます。カットしてありがとう、ありがとうございます。はい、じゃあですね、明日の予告をしたいと思います。土日はちょこちょこコスプレがいいって言う人もいたんですけど、土日はコスプレしたいなと思って、明日日曜日はですね、日曜日は体操服を着たいと思います。イエーイ。家じゃない、見たくない、いい、着て。はい、明日は今家にいる時間が多いと思うんですけど、外にね、あんまり公園とかに、公園行きたくない。公園とかに行けないと思うので、家でできる遊びをしたいと思うので、体操服を着ながら遊びます。いい？コスプレ？コスプレではないな。小学校の時の体操服です。中学校だと学校名が載ってるんですよ。なので一回小学校の体操服着たことあるよね。ビンゴのなんかで着たことあるんですけど、でも中学校になって今小学生のやつを着たいと思います。はい、まだ着れる、着れるの。なんか小学校の時大きめの買っていたから全然着れるの。いい、着て。なんでぜひ見てください。いろんな室内でできるね、運動をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。何時から、時間まで決まってないけど、時間を決まりしたい、決まりしたい、ピポパポ連絡します。よろしくお願いします。黄色い帽子もよろしく。黄色い帽子は赤白帽子じゃない、赤白帽子じゃない、体操服って。黄色い帽子はランドセルです。電話じゃないよ。中2に見えない、中2だよ。自己紹介します、中学2年生の13歳です。はい、です。確かに赤白で正解でしょ。フォローしてるから待ってるので、じゃあ宣伝します。365日までにフォロワーを今4840ぐらいなんですけど、365日までに5000になりたいので、皆さんぜひフォローぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、最後に全身見せて、だって時間ギリギリだけど、いった。はい、今日はチアダンスお送りしました。ありがとうございます。はい、ピシランキング。ありがとう。はい。はい、じゃあランキングを読んでいきたいと思います。はい、ランキング13位トシさん、ありがとうございます。12位のまちょこさん、ありがとうございます。お誕生日もおめでとう。素敵な一年にんにんにん、ありがとう。11位ともさん、ありがとうございます。10位ありまつまていとさん、ありがとうございます。9位じゅんや、ありがとうございます。8位タンタンメンタン、ありがとうございます。ラッキーセブン消防さん、ありがとうございます。6位ケンピさん、ありがとうございます。パチンパチンパチン。5位ゴーさん、ありがとうございます。4位タンさん、ありがとうございます。
たな。こっちのうさちゃんのやつもありがとう。それでは今日の1位、いやこれじゃないよね、違うはい、今日はこっち、ピンポンパンポン、うん、まるまるです。じゃん、今日の1位はゆもたん、ありがとうございます。マイク正解だよねここのうさちゃんのやつもありがとうございます。無事はい、それでは、あ、今日合うね、ガサガサタイム合うね、かっこいいに、じゃあせーの、 L O V E、 ゆもたん、ありがとうございます。それでは、ぴょんこちゃんを登場させます。昨日と同じリボンにしちゃった、かわいすぎてね、大富豪のねやつね、紙に書いてたんですけど、今日からホワイトボードに書くことにしました。いい？これで。大富豪情報です。夜8時5分から8時半前、いつもの時間です。ももは今大富豪です、よろしくお願いします。お昼にももものファンの方と対戦できて嬉しかったです。カードの方ですね、ありがとうございます。ぜひ対戦よろしくお願いします。はい、なりすましてないし本当にちゃんと大富豪だもん。ぜひ対戦よろしくお願いします。はい、いた、はい、チア出るの、ちょっと上着着てやるねはい、ということで、おーすごい、14,524人の方見てくれてありがとうございます。すごい、たくさんたくさん見てくれてありがとうございます。スクリーンショット、カシャ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 ありがとうございますたくさんの方を見てくれてありがとうございます。ギフトもたくさんありがとうございます。じゃあ左手出して、右手出して、せーの、ニリン、ありがとうございました。めっちゃ写真撮りました。明日は小学校の時の体操服で配信します。ぜひ見てください、よろしくお願いします。バイバーイ、大富豪もよろしくお願いします。バイバーイ、また明日バイバーイ。